マルオ・タカトシ、インドネシアのバリ島に従業員5000人以上を従え、現地関連会社29社を所有、東京ドーム170個分の土地、そして自宅は27軒所有する日本人大富豪。1966年に大阪府で生まれ、3歳で母親と生き別れ、食べるのにも困るほどの極貧時代を経験する。中学卒業後、看板や運送会社や様々な業種で働きながら暴走族の総長を務める。挫折、失敗を多数経験した過去があるが、現在はそういった経験を生かしてバリ島の地元の人々に学校、病院などを寄付するだけでなく、アスファルトの舗装、伝統芸能の楽団を維持、運営援助、52人の孤児の里親になるなど、今でも困っている人には惜しみなく手を差し伸べる。その姿から現地の人からは兄貴、マルさん、ボスなどと呼ばれ、慕われている。遠いバリの地から人情奪還、日本再生のために尽力している。